金梁十三冠座しは2011年公開の中国映画超芸妨監督作品日本未公開題名はコーロームの金梁十2冠座しに由来する南京事件を題材とした映画で中国映画史上最高額となる制作費6億円を投じた超大作であり2011年の中国の年間総工業第1位と大ヒットし 中国社会に大きな影響を与えた。第84回アカデミー賞外国語映画賞。中国代表作品。舞台は日中戦争下1937年の南京。南京へ侵攻してきた日本軍から迫害を受け協会の建物の中へ逃げ込んだ中国人女子学生並びに、ショーフラも米国人農官士ジョンが聖職者になりきりまい、救う。 日本軍士官長谷川は女学生たちを保護する約束をするが、同時に彼女等がパーティーで賛美歌を合唱するよう要求する。女子学生たちを助けるために一緒に避難していた12人の娼婦と1人の少年自社が女子学生に紛争し身代わりとして日本軍の南京間落パーティーに赴き、その隙にジョンは修理された教会のトラックと密かに入手した通行証で、 女子学生たちを南京から救出する。映画レビューサイトロッテントマトズでは44%の評価がついた。第84回アカデミー賞外国語映画賞の中国代表作品になるもノミネートを逃している。日本兵によるリアルで残虐な戦闘シーンや中国人女性への強姦や臨漢、殺戮シーンなど反日感情を刺激する日本軍の 残虐性を強調するシーンが多く、上映中、中国の映画館内では、すすり泣きと日本人を罵倒する声があちこちから聞こえ、またインターネット上にはこの映画の影響を、受け半日を叫ぶ書き込みが溢れたという。この映画を鑑賞した人気歌手のカラクレナイが、中国版、ツイッター、振動美白に、 日本を罵倒する書き込みをしたところ、インターネット上ではそれに対する賞賛の書き込みが溢れる一方で、からくれないの書き込みは愛国主義の乱用、品位に欠けるなどの批判もなされるなど、賛否両論の論争となった。ありがとうございます。